ットボールファンの皆さん、こんにちは。各チーム高みを目指して今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。素晴らしい熱気に包まれたスタジアム、このサポーターの後押しを受け、両チームこのゲームに挑みます。この時間はフランス対マンチェスターユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。天候ですが、今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中、今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。フランス対アルバレス、スター先制、マンチェスターユナイテッド。フランス相手に先にゴールネットを揺らします。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙いゴールでしょうね。さあフランス、この立ち上がりに失点と、北澤さん、いかがご覧になりますか？まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、はい、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので、集中しなければいけないですよね。そうですね、ちょっと長すぎました。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。さあファーストハーフ、最初のコーナーキックになります。マンチェスターユナイテッド、ここはディフェンスの対応。ボールを押し込みました。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですからね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。いや、いいゲームですよね、はい、お互い選手のレベルも高いので、ここから次の1点に向けてどんな変化をつけてくるのか、そのあたり見逃さないようにしたいですよね。ヘッドだ、キーパーセーブ。スタート、ロバートソンからスナイデル。 There will be one minute added time. 厳しくチェックします。うわ、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。フランスとしては前半でよく追いつきましたしね、どんな状況においてもできたチャンスをものにできる得点力、これはチームとしての強みですよね。フランス対マンチェスターユナイテッド、1対1の同点で前半を折り返します。Substitution for France, number 22, Bernardo Silva. Number 20, Pulis. Number 17, number 23, Mkhitaryan. Number 21, Diego Forlan. Coming on the field, number 47, Phil Foden. Number 4,
マンチェスター・ユナイテッドはここで1回目の選手交代です。とこれはユケバキ。The attendance for this match was 71,898. ここはつながりません。マイコン。ロメロ、このボールをカットします。スペースに出す。これは合いません。奪って自分で行くシュートに行くのがここは繋がりません。マルディーニ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。このマッチアップどうなる。スルーパスを出す。アイルウォーカー折り返す。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。カーカー、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。これはオフサイドです。デリフト、このボールに触ります。今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けて、決定機につなげたいですよね。簡単ですよ。フランスとしてはチャンス作ったんですけどね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。スルーパスを狙う。フランス、カウンターを仕掛けます。ちょっと伸びてしまいました。フランスとしてはいい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。ディフェンス、これを読んでいた。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。さあレオン、さあつながるか。フィリッポ・インザーギに渡る。ラムネラットシュート。キミッヒ、このパスを防ぎます。試合終了、1対1、両者実力伯仲、引き分けで試合終了となります。